おめえ何してんだ。店に何か用があるんですかね。オーナーの和樹に用があるんだ。なあ、あんたどこの組のやつだ。あ、島の組だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ。俺は和樹を探してるだけだ。どの組の人間でもない。ざけんなよ。俺一目見りゃ分かんだよ。どこどう見たって極道マンだろうが。てめえ何企んであがる。和樹さんに何しようってんだ。おいおい、別に俺はお前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。やめんなよ。くれ、ヤクザって言え、何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも和樹さんはそうやってのし上がったんだ。てめえらヤクザに和樹さんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえ奴だな。うるさ、俺はこの店命がけで守るんだ。